セミファイナル。というわけで、あつんです。夏も終わりに近づいて、セミが地面に転がってることありますよね。死んでるかなと思って近寄ると、突然ジュ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 って動いたりとかする超怖いやつ、セミファイナル。で、そのセミが生きてるのか死んでるのか見分ける方法がある。そこでそれを今日はお話ししたいと思います。はい、では図に書いて説明します。まずですね、生きてる時は、はい、セミが足を開いていると生きております。近づくとジャ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 と近づいてきます。そしてセミが足を閉じていると死んでおります。近づいても大丈夫。てなわけで、足が開いてる状態のセミに近づくとジャ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 と来られるので、ぜひ気をつけていただきたい。この絵で分かりますかね。足開いてると閉じてる。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow!